ね、こんな感じでポーチができているので、まだ中の糸処理してないんですけども、まあ、場所は耳の場所などは好きな場所にという感じなんですが、まあ、このちょうど角になる部分、角になる部分をちょっとかぶせて、角がこの辺になるようにつけたら可愛らしいかなと私は思います。中心をちゃんと意識しながらつけた方がいいんですが、私は不安なので、こんな感じですよね。大体の感じを見て、この縫い付けてる部分につけていきます。一応、縫い付けたら、そのまま処理をしないで、もう両方つけちゃいます。糸処理をしてしまうと失敗だった時に取るのが大変なので、一目ずつつけていきますね、はい、一目ずつ丁寧に縫い付けていくと、やっぱり直そうって思った時に取りやすくなっていると思います。ここの中長編み2段のこの根元のラインでつけていきますね。ざっくりつけましたので、ここで本来なら糸処理をするんですが、まだしないで、取っておきます。これ危ないですね。今ちょっと刺さりました痛い。ではちょっとこのとじ針を使ってもいいんですが、めんどくさいのでもう一個使います。ちょっと大きいサイズになっちゃうけど、別のとじ針を使って、ですね、こちらは絡んでいこうかな。この中心を見つつ、ここの真ん中になるようにいきます。
はい、できた。一応こんな感じになりましたので、バランスを見て、これで OK であればこのままいきたいと思います。はい、結構いい感じだった。そして取れた意味ないので、ちょっとしっかり糸処理をして縫い付けていきます。ここのラインとここのラインに合わせてこういう感じでつけていきます。このラインとここのラインの接点のところからこういう下につけていきます。こんな感じですね。こういう感じで縫い付けます。時々全体の様子を見ながら来ましたね。テテがつきました。これもまあ後で4つついてから処理をしようかなと思います。反対側も同じようにこのラインとこのライン、こういう感じでつけていきます。続いて足の方は、この角に、この延長線のこの角のここにこういう感じでつけていきます。
はい、手足がつきました。こんな感じで、そうしたらお顔をつけていきます。顔はこの白いのがついてるのを同じ方向にした方が可愛いと思います。私はこのラインの段から 1,2,3,4,5 段目のこの下、ここですね、このラインのこの手のラインですね、手のラインの段の次の段から 1,2,3,4 段開けて、5段目の根元のところからここにつけたいと思います。まずここにつけて、目はこの上と合わせます。で、だいたい3目ぐらい開けて、こんな感じかな、 2,3 目、こんな感じでつけたいと思います。裁縫上手にしようかと思ったんですが、この手芸用ボンドでつけていきます。1,2,3,4 開けて、真ん中にこんな感じですね。そうしたらこの目を白いやつがちょうど右側に向いているようにして、3目ぐらい開けて、目の上がこう合うようにつけます。反対もつけます。いつも言っているんですが、ボンドでつける場合、今一発でつけていますが、より丈夫にするためには一度ボンドで固めてから、お互いに土台を作ってからもう一度ボンドでつけると結構強力になりますね。今はちょっと一発でやってるんですが、もし外れそうならもう一回やると思います。3目ぐらい開けて、バランスを見ながら、こんな感じですね。はい、これでほぼ完成です。今ボンドをつけちゃったので、これでしばらく乾かしてから、ちょっとギュッと押さえて乾かしてから、この糸処理を全部やっていきたいと思います。それで同じような顔になったと思うんだけど、はい、ちょっともう一回ボンドつけようかな、やっぱり不安。一回乾いて土台を作ってからつけるとですね、結構強力につくので、こうですね、よいしょ、内側も中途半端に乾く前に、今思い切って二度塗り、目の位置とか調整しながら、はい、あ、もうこっちついちゃいましたね。大丈夫でしょう。この目の方が面積が狭いので取れやすそうなので、2回塗りができてよかった。はい、こんな感じかな。はい、ではこれしばらく乾かして糸処理をしていきます。
はい、糸処理をして完成しました。中におむつを入れています。かわいい。ちょっと入りきらないので、ね、画面に申し訳ないんですが、よかったらグッドボタンを押していただけたら励みになります。それではまた。みーたんぐでした。じゃあねー、バイバイ。